らも言いたのかよ。いちゃ悪い？それより一人なんて珍しいじゃん。もしかしてついに相棒に逃げられた？あんな奴、最初から相棒じゃねえよ。何あれ、しょんぼりしちゃって。やっぱり喧嘩しちゃったのかな。大丈夫かな。そうなのかもね。でも小羽が心配してやるほどのことじゃないって。受け取れたし、あとはアンちゃんとの待ち合わせまで。あの青柳くん。ああ、あずさわか。久しぶりだな。うん、久しぶり。したつもりはない。俺はな、むしろもっと早くこうするべきだった。あ、小羽、ごめん、ギリギリになっちゃった。あ、私もさっき来たところだよ。あのね、あんちゃん、青柳くんと会ったの。多分だけど青柳くんも元気なくて。へえ、そうなんだ。ってことはかなり本気の喧嘩したのかな。でも小羽、なんでそんなにあの二人の心配してるの？私たちにあんなことしたやつなのに。だってウィーケンドガレージではよく会うし、それにいろいろあったけど私たちのこと認めてくれたから。それはそうだけど。悪い、今ちょっといいか。あんたレッドのイベントの時にあの二人とグルになって音止めたやつ。何、なんか用？そのことで謝りたいんだ。あれは、アキトたちは関係ないことで。え？あれ、あの二人が仕組んだわけじゃなかったの？アキトたちはあんたらと真っ向勝負するつもりだったんだ。音を切ったのは、その、俺が勝手にやったことで。はあ、なんでああいうことするかな。イベント台無しになったじゃん。本当に悪かった。でもなんで急に？黙ってたら分からなかったのに。俺は正直あんたが七光でチヤホヤされてるだけだと思ってた。だがあんたたちのパフォーマンスを見て、それが間違いだったって気づいた。あんたたちの歌はすごかった。俺もあんたたちみたいに俺の音楽でもっとイベントを盛り上げたいって思ったんだ。だからそのあんたたちの邪魔して本当にすまなかった。分かった、もうあんなことしないでよね。約束だよ。
何もしてなかったんだ。先輩、お疲れ様でした。Yeah.